前回ブリッジを作っての今日はフィンガーボードですね。ここにフレットという、まあ、金属を打っていこうと思います。フレットの元、これね、これ元、素晴らしいフレットを打っていくよ。このフレットを規定の長さに切っていきます。だいたい端1ミリぐらい出る、このぐらいか。はい、フレットを切りました。端をちょっとこう、端のこの木に食い込むところを少しね、えぐってやります。タンクニッパーっていうそうですよ、これ。ちょっとね、ちょっとした小さいギロチンになってるんですけど、ここで、これ切ることによってなんかね、木がこう使って痩せてきた時とかにこうメンテナンスしやすくなるというか。きた、あかんねえか。先ほど切ったタングニッパーで切ったところを、これで軽くバリを取るというか、バリを取ります。ものかな。お、いけたんじゃないこれ。できましたよ。ビビリですから、あんまり触らないところから打つだよね。こっちいっぱい使うから。はい、ということで服急に変わるという、日にちまたいでます。フレットね、できました。全部打ちましたよ。全部打って宮さんの見覚えのあるギターの先っちょの部分になってるかと思います。今日は、こちら覚えてますか。ネックの部分ですね。このトラスロットを入れた穴を埋めたこの木を、じゃじゃんと、カンナでシャッとシャッと切っています。難しいな。すごい出る、無限ループ埋め木っていうんですかね。このトラスロッドの上に埋もれた木を削ってなだらかにしていきます。久々この感じ。あ、お、お、お、削れてる、削れてる。ウェーイ、削れました。見てください。この大量のラモスの毛髪を。加工したネックですけど、フィンガーボード今仮で貼ってます。これ両面テープで貼ってるだけです。今から仮グリップ、ちょっとこう見る点いただくと少し余地があるんですよね。でここをもうその本ちゃんに近い感じでどんどんここをね削ってグリップを出していきます。木ってやっぱ反ったりとか動くんでね、そのなるだけ動く量をこう減らしていくっていうような感じですね。まああんまりここをねずさんにやりますと、できた後にこう調整しづらいギターになっちゃうんで、ここは精密に行っていきたいと思います。では先ほどの仮グリップ削っていきますよ。ああ、あ、やべ、結構削れるな、これ。よし、削れる角度か。あ、ここか。ちょっとずつ、仮グリップ完了。綺麗に仕上がってます。まあ、まだこれ全然まだ完成ではないんですけど、ここまで仕上げてからまた一度フィンガーボード外して最終的な微調整と、まあ、次回どんな工程が待っているのかお楽しみ。また来週くらい。